近づくなおい、何してんねん。待て待て。大阪府警による防犯訓練が行われたのは、トレーディングカードなどを専門に取り扱う販売店です。希少価値の高いポケモンカードなどは高値で取引され、1枚で数十万円に上るものもあることから、全国で販売店を狙った強盗事件が多発しています。それね、もう店員の方、業界の方々に高い防犯意識を持っていただき、ここ大阪では同じような事件は発生させないという機運を醸成していきたいと思います。今後も府内の販売店を対象に訓練を実施していくということです。